新東人テレビご覧の皆様、明けましておめでとうございます。東大沢市議会議員の松尾拓司です。昨年は様々不安を抱えられた方もたくさんおられたと思います。本年はこうした不安に寄り添い、希望を持ち安心して暮らせる社会を築いてまいります。人権の尊重、また基本的自由の尊重にしっかりと取り組み、国民の交流を深める一年にしてまいりたいと思います。本年皆様がお健やかに幸多き年になりますよう、心からお祈りを申し上げご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。